お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトバルーンね、やっていきたいなと思います。メガナイトバルーンといえばね、ハンターがねすごい流行ってた時かな。ハンターザッピーのメガナイトバルーンめちゃくちゃ強かったです。使われてました。まあ、マスケスケドラ型の、まあ、メガナイトバルーンとかもあったんですけども、それのね今シーズン型ですね、はい、現環境のマザーネクロとザッピーが使われてる、まあ、このメガナイトバルーンがね今めちゃめちゃ強いですよと、まあ、いうわけでやっていきます。でトリトンが入ってるので、まあメガナイトの弱点のゴレだったりジャイだったり、まあ、エレジャイとかもトリトンで全部キング起動してしまえば、勝てるよという感じです。そしてね今マザーネクロが強いんですよ。だからこそこのねバルーンプラスファイヤーボールがすごい刺さります。マザーネクロ、エリババ、ザッピー、ホバリングのねメガナイトロイフグだったり、まあとりあえずマザーネクロ入っていたり、まあこんなデッキみたいにね、という感じで結構マザーネクロがやっぱ環境に強いと。でマザーネクロの弱点はまあファイボですよというところで、もうバルーンファイボですね。あとはメガナイトの後ろの、バルーン、そこにさらにファイボ打つだけでなんならタワー簡単に折れちゃうような環境なので、このバルーンプラスのファイボの組み合わせがねめちゃめちゃ強いです。さあ今回相手はコヤコヤっていうね、さあ来ましたね小屋デッキ。いやでトリトンは出したかったんですけど、エリジャイの可能性があったんで一瞬ねちょっと我慢して、さあ低めのねトリトンとかも使いつつ受けていきます。いやこのミニペッカがね、おんなかなか厄介に見えましたが、うちのトリトンがなかなか優秀で、いやーめっちゃ来た、やばいやばいやばい、頑張れ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 。あーもうちょっと今ねマザーネク残ればもっと舞台になっててもっとダメージ取ってたと思うんですけど、今ね相手がトルネード使いました。そしてオーブンとゴブ小屋とかだったので、これディガーつなげたら折れると思うんですけどね。さあこのオーブンはバルーンでね一発で落とせます。さあ小屋でね二つ目で耐えてきました。まあまあまあディガーがね入ってるので、まあ悪くはないよねと。でもこのやりこぶは樽で抑えながらという感じで、まあトルネードを持ってるのがちょっと厄介なんですが、まあ対空がね相手はそこまで優秀なわけではないので、まああと多分エレジャイがもしかしたらいるかもしれないかもしれないけど、いない方かな、なんかいないかもですね。こやこやメガナイトですね、まあ、なかなか厄介なデッキ引いちゃいましたよね。で僕はもうねこういうのもね言っていいと思うんですよね。行ってもう攻めてあげて、でオーブンとかがね多分置きたいと思うんです。うーい出てきた化け物エレジャイですね。さあエレジャイね普通は止めれないんですけど、今回トリトンがいるんでね、オッケートリトンで美味しくねキング起動させていただきます。よいしょ。で後ろはしっかりねメガナイトで踏んで、相手もねこの攻め取るねでトリトンをねちょっと無効化しようとしてきたんですが、まあそこもねうまくいかず、そして相手はトルネード使いました。なのでこれでもグッドゲームですね。時間があればキングまで折れてそうですけど、いい小屋でした。さあまあグッドゲームというか、本当にねマザーネクロの使用率が超高いです。超高い。なのでも僕のね履歴を見てもなんですけど、結構もうマザネクなんですよ。そうさっきもマザネクで、その前とかもマザネクで、まあ、ガゴガゴスパーキーとかね、よくわかんないのもいたんですけども、まあ、基本的には環境にね、バカ刺さりますね。で、後ろから裂きやすいザッピーとか、マザネクがいるんで、基本的には、ザッピー、マザネクを後ろから裂いて、相手が攻めてきたところをメガナイトで踏んで、カウンターでバルーンつけて、ファイブ打って、まあ、そんな感じだと思いますね。だからまあ、前半はそんなこう、なんか、決めきる攻めがあんまできないと思ってていいと思いますね。いやー、どっち出そうかな、ザッピーとマザネク。まあ、なんとなくザッピーです。大型、これ合わされたら、ま、厄介ですけど、まあ、トリトンいるんで。サイスイズだと、まあ、スキラクロス、エレジャイですね。どれだろうね。まあ、とりあえず、タルぐらいで。カード回してね。そう。いや、わかんないな。いや、マジでわかんねえな。スキラ、エレジャイ。これでスキラだったら嫌だな。と思いながらマザネクを出した。あ、いやまだわかんない。いやまだスキラかエレジャイかどっちかですね。でここでナイトが出てくるかダックプリが出てくるか。え、
ああ、エレジャイの方でしたね。さあ、エレジャイ型だった。あ、待って、これもしかして逆サイク？うわ、バカ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 。んにゃん。痛い痛い痛い。ちょっと待って、やってもった、やってもった、やってもった。これ、痛いですね。無駄なダメージ負っちゃいましたが、まあ、ここで、この、メガナイトを受けるのに、エレジャイとかを使ってくれたら、OK。これで、攻めちゃうんですよ。そしたら、相手が絶対これバルーンを防衛してくれるじゃないですか。普通はね。普通は防衛するよな。しろよ。防衛しろよ。OK。トレネでまあ防衛すると思うんですよ。OK。で、これ、バルーンがたまたまラッキーでね、キング起動されないかもしれないんですけど、それはね、どうでもよくて、このね、トリトンでキング起動ですね。まあ、これをずっとね、狙いたかったので、まあ、今みたいなエリジャイ出した瞬間に逆サイ攻めて、単体で来させて、っていうね。さあ、美味しいキング起動ですね。まあ、ザッピーと、アン、優秀か？トリトンがいるので、両方とも処理されるってことは、まあ、あんまないと思うんですよ。僕はね。そう、だから、そこだけちょっと気をつけてね。基本的にはもう負けない、もう負けないレベルですよね、ぶっちゃけ。さあ。まあ、トリトンで引っ張るよね。で、この引っ張るのをライトニングとかでね、阻止されるかもしれないんですけど、いや、トルネで、待って、なんなら逆サイ行ったことによってピンチになる。待って、キング。いや、キングが起動してるから、オッケー、危ないですね。これ、キング起動してなかったら多分負けてた。さあ、ジャンプする。で、あのアイスイスコも厄介なので、処理する。で、なんならさ、これさ、勝てねえかな？よいしょ！よいしょ！あー、惜しいな。惜しいな。まあ、さすがにね、もうね、時間的に大丈夫かなと。で、これね、おかえり、エレジャイって感じでね、まあ遊びながらね、オッケー。ザッピーもね、強いですね。今、エレジャイがめちゃくちゃ強いので、エレジャイメタなんですよ、ザッピーは。で、上手い人はね、こう、ザッピーをね、もうすぐ攻めトルネード使ったりだとか、ザッピーいないタイミングで端前エレジャイとかして、すごい突破してくるんですけど、まあ、ザッピーとトリトンがいるので、まあ、相手はね、こう、ザッピーに攻め取るね。トリトンに神ライトとか、もう完璧にね、してこないと、まあ、ほぼ突破されないと思いますね。こっちもバルーンとかあって攻めれるので、よし。まあ、そんな感じでね、なんかメガナイトブルーン定期的に生まれるんですけど、定期的に生まれたメガナイトバルーンマジで全部強いんですよね。今まで生まれたメガナイトバルーンで弱いデッキマジでないんですよ、本当に。さあ、さすがまあピンチです。アイスイズペッカ。ペッカバルーンですね。さあ、ペッカバルーン対メガナイトバルーン。皆さんどっち勝つと思いますか？正解はですね、メガナイトバルーンです。なぜならっていうと、ザッピーがいるからですね。多分相手、そう、フリーズランバー型とかなんですけど、こう、メガナイトとペッカだけで考えたら、まあ、こっちの方が不利なんですけどね。ザッピーと、あとはトリトンとかもいるんで、なんかユニットでね、勝てちゃうんですよね。相手のペッカも受けれるし、バルーンとかも結局カウンターでね、僕の方が入っちゃうっていう。さあ、これでまあ、グッドゲームですね、一本。まあ、先に相手がペッカを抑えてくれたのは美味しいんですけども、まあ、言うて、余裕じゃないでしょうか。で、ここ、ケツトリトン行くと、怖いんですよ。相手の端前ペッカが。で、トリトンにザップ打たれていかるので、まあ、ここはザッピーから入って、相手のペッカを真ん中に寄せてあげて、まあ、両サイドのザッピーでね、ビリビリしてあげましょうと。まあ、ザッピーが、だからまあ、マジで強いってことですね。本当に。これだって逆サイクルじゃない？なんなら。で、まあ、マザニクで防衛をする必要があるのかどうかなんですけど。よし。いやー、いいですね。この、あのペッカをもてあそぶかのようなメガナイト。で、そしてもカウンターでね、攻めてあげるだけ。あのランバーな、いじめれたらあっちいんだけどな。ああ、いいフリーズだ。これは、相手のいいフリーズですね。で、まあ、トルネードを使ってないが、まあ。さあ、ここで、ちょっと、オシャンに攻めていきます。そして、まあ、バルーンとかもね、飛ばしてあげて、ここでね、防衛トルネ使わせれば、相手のね、攻めトルネがないので、まあ、陸受けでね、事故ったりすることもないですし、オッケー。なんなら相性がいいですよね。本当に。よし。で、まあ、ここはもうメガナイトで組んでいいと思います。で、遅れてザッピーで守ります。遅れてザッピーで守りながらの、まあ、フリーズがね、それはいいトルネードなんですけど、トルネードを使ったら、
あなたはね守れないですよと。でバルーンにフリーズが来てね、相手はワンチャン勝つと思うんですけど、防衛ファイブを打ってあげればもうお疲れ様 GG グッドゲームですという感じでね、相性いいですね、まあ、フリーズだと全てが残っちゃうですよね。ザッピーはマズネクもだし、まあこっちの方がねカウンター力がねよりあるので、まあ、今みたいな感じで攻め急がずね守ってカウンターすれば余裕でねペッカにも戦えると。さあよろしく。まあ暇な時はねディガー飛ばせばいいです。ああこの相手のディガーの位置うめえな。もう一個上だとディガーでディガーのターゲット変えられるんですよ。そう変えれないところに投げてきました。さあダークプリンスディガージャイプリジャイプリプリぐらいしか思いつかないけどな。さあジャイプリプリですね。あーでまあちょっと嫌ですよね。そのまあマザーネクロにファイボ、まあまたザッピにファイボでプリプリがね厄介ですね。トリトンでまあ頑張れるは頑張れるんですけど、頑張れる度合いがね低いんですよねいやこれいやこれだけでもね大ピンチなんでね。よし、まあキング起動して、まああとはもう気合でね、気合で守ります。で相手はこのトリトンがプリンスを引っ張るのをターゲット取るトリトンでしたね。トリトンでディガーでしたね。いやーちょっと痛かったな。まあまあまあキング起動して800あれば耐えれるかな、耐えたいねという感じですね。プリプリの受けがねちょっとだけ乏しい。単体で来られるのは全然いいんですが、J プラスのプリプリそしてメガガーゴイルで組まれるとちょっとね今みたいに苦しくなっちゃいますね。さあまあこっからですよね。本当にもう相手はね形組むだけいいですからね。僕は形組まれるだけピンチになるんでねこれ。さあで裏ディガーとか来るのかな。さあまあトリトンでできるだけねもうジャイのダメージを抑えていかないとね、このジャイが数発殴るだけで僕苦しいんでね。でメガゴとエレキか、メガゴとエレキか、対空が 100% ワンパンされるのもちょっと辛いですよね。うん。待って。これめっちゃ辛くないですかめちゃくちゃ辛くないですか、もしかしてなんですけど。ファイブ？いや、ファイブ打ってこないのか、今あそこに。あそこに打ってくると思ったんですけどね。いやで、メガゴがね、いるっけ？いや、いない？よし。いや、これワンチャンあるくない？エレキか。あーで、あれにファイブか。エレキ読み。エレキ。もう一発？うわーマジか。あ、でも、いいいいいい。オッケーオッケー。いや、いい。いや、拾っちゃった。マサネクで拾っちゃった。拾っちゃったけど、いいいいいい。オッケーオッケー。いや、いい。待ってよ、待ってよ。今言ったファイブ使ったでしょ？いや、マジである。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 ザッピー最強。ザップか？いやでもその後もう一回引っ張る。オッケー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 。マジだる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 。でこれザッピでタゲ変わる。え買ったくね、もっともっと、来た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 。オッケーオッケーオッケー。さあ相手ファイブ使った。おい延長タイムでした。あぶねえ。これはなんで勝ったんやなんで勝ったんや。いやでもなかなかいい神ハイブ決まってましたね。あれ運が良ければバルーンもう一発落としてて勝ちみたいなね、C になってもまあ良かった気がしますが、まあジャイプリプリとかちょっときつそうですね。まああとはなんだろうね、インフィールドタワーとかもちょっときつそうなイメージありますが、まあトリトン、優秀ですし、まあザッピーとかもね環境に刺さってるので、まあ結構使いやすいかつ強いね、おすすめのメガナイトバルーンでございますというわけで、皆さんもぜひねこちら使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価、ねコメントともよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。